今回はですね、動物病院さん、動物飼ってたら絶対何回も行くであろう動物病院さんとの、まあ、うまい付き合い方というかですね、まあ、ちょっといくつかポイントの解説をしたいかなと思います。まだ私が本当に1階の飼い主だった頃からずっといろんな病院さん、お世話になったりしているんですけれども、もちろん皆さんもご存知でしょうけど、先生方に、得意分野や不得意分野やあったりするわけですね、人間なので。それから犬が非常に、たくさん見てらっしゃって経験値もあってっていう先生もいれば、猫の方がすげえ得意だ、たくさんうちにもいるみたいな先生もいたりするので、その辺も様々なんですね。で、様々な先生方の様々な動物病院の、それぞれ のカラーの、なるべくですね、こちら側もある程度の努力をして、まあ、行っていい治療、いいケア、いいお付き合いができるように何とかしたいぞと思います。で、まず健康診断とか、年に1回のワクチンとかそういう時でもない限りは、動物病院ってちょっと具合が悪いぞとか何か心配だからっていうようなことで行く場所なわけですね。と、こちらのメンタルとしてはもうすでに何とかだったらどうしようとか、今苦しそうだけどかわいそうだなとかっていう、ちょっと飼い主側のメンタルが尋常でない状態なわけです。これがデフォルトな状態なので、うまく説明できる、集中できるというふうに考えない方がいいと思うんですね。で、これはこちら側の心構えっていう意味もありますけど、先生方、一日に結構な数の動物を見ているわけで、しかも内科も外科も眼科もっていうふうにいろいろやってらっしゃるわけで、なるべく自分の子を見ていただく時間には、自分の子にだけ集中してもらいたいと思ったりします。で、一番ですね、おすすめしてる手は、うちの子、こういう症状が出てると、こういうふうに今まずいっていうのがあればですね、皆さんスマホ待ちなので写真なり、動画なりを撮っていただいて、その時の記録を、ビジュアル的なものでちゃんと残しておいた方がいいと思うんですね。先生によりますけど、色であったり形状であったり症状が出てる時のものってものすごく重視なさいますので、なるべく資料はたくさん持っていきましょうと思います。で、それとですね、時間がちゃんとあれば、時系列ごとに、これ大事です。行って喋るときは、だいたい時系列ごとになってないんですね。はい。具合が悪いんです。何がどうしたんですかって聞かれて、ポロポロと喋る内容って、あまり要領が良くなかったりします。時系列に沿って、昨日の晩こうでした。今朝こうでした。さっきまでこうだったんですけどっていうような内容で書いておくとですね、向こうも先生方も落ち着いて、じゃあメモを取りながらではなく、そのメモをもらって後でカルテに書けばいいやって思いながら、飼い主さんとの話し合いの方に集中できると、飼い主さんがどういう口調だったりどういう調子だったりっていうようなものも実際にはすごく大事なことなので、そういったものに集中してもらえる環境を作るということですね。こちらができることってそういう話だと思います。よくいい獣医さんの見分け方とかですね、おすすめの病院はって聞かれるんですけれども、非常に難しいです。もちろんすごくスキルがもちろん高くて経験値があってという先生が、その経験値やスキルを持ちながら非常にうまく喋れる方である、たくさん喋っていただいたり、短く喋るけどすごくわかりやすかったとか、時間あまりなかったけどこれ読んどいてって起こしてくださったとかっていうですね、まあ費用対効果って言い方は良くないですけれども、そういううまい診療に結びつく方もいらっしゃるんですけれども、相手も人間でこっちも人間ですので、お互いいろいろできることをした方がいいなと思います。まあ、いろんな形で獣医師さんの方にもですね、獣医師さんが向けのセミナーとかあって、はい、そちらでは、まあ、飼い主さんとのコミュニケーションの取り方であるとか、適切なインフォームドコンセントみたいなものも、先生方ももちろん勉強なさるような時代だと思いますので、飼い主さんはぜひですね、自分のこの今日までの状態っていうのは飼い主さんしか知らないわけですね。で、先生は今見ているわけなので、特に猫族は、
お家でちょっとぐったりしてたりしても、病院に行って診察台に乗る段になってると、私大丈夫です。っていうふうにですね、頑張ってしまう。その弱いとこ見せないというようなところがあったりしますんで、先生が、大丈夫じゃないって言っても、お家でこうでしたっていうものを、まあ、説明なり動画なり持っていけるととてもいいかなと思います。まあ、暖かくなってきて、口中やらないや含めてですね、いろいろ病院に行くこともあるかなと思いますけれども、ぜひですね、いい形で、先生からいい内容を引き出す。お家でやらなきゃいけないことも含めて、きちんと付き合っていけるようにですね、うまくこちらも準備しましょうというようなお話でした。それでは、また。